実は、うん、身近な人でも知らない自分ってこういう人みたいな怖い偉そう本当はめちゃめちゃ優しい著者の人とかが稲田君と仕事したいとかってなるのは稲田さんの合否を発表させていただきます、はい、せーのどうもしゅんです。こんにちは。パラマツです。よろしくお願いします。何してるの？パラマツです。よろしくお願いします。今回、箕輪さんには、面接官をやっていただいたことは何度かあると思うんですけど、うん、今回はちょっと箕輪さんが、もし就活生だったらどういう受け答えするのかなって。何それ？お聞きしたいなと思ってます。俺が今、就活生やるってこと？はい。面白い。想定企業として大手 IT 企業の株式会社ダイアリーという会社を受ける想定で面接を受けるんだ。架空ってこと？架空、あ、僕らの会社を受ける想定で。大手じゃないじゃん。はい、冗談です。自己紹介をお願いしてもいいですか？1分程度で。はい、箕輪康介って言います。僕はですね、新卒で双葉社っていう会社に入って、広告営業をやっていて、いろんなイベントとか、企画をやって、紙の本で稼ぐ以外のことを企画してました。で、源頭社に入ってニュースピックスブックっていう IT のニュースピックスと組んでサブスクの本っていう企画を立ち上げて、だから2年間で200何十万部売って、まあその後いろいろ週刊誌に書かれたりして、今自由な身になってます。ありがとうございます。じゃあ現在自由な身だということで、はい、箕輪さんのご自身の強みと弱みを教えていただいてもいいですか？強みはヒットを出せる、それは何でかというと、まあ、世の中の空気を、まあ、年取ったら分かんないですけど現状を捉える、あと自分自身フォロワーがいたり、フォロワーが多い友達がいて、SNS 文脈的にヒットを起こすムーブメントを比較的機械的に起こせる。弱みはモラルがない。結構な弱みですよね。常識がない、あとルールを守らないから、コントロールは効きにくいと思います。だからなんかある種チームでやったりとか、組織で何かを達成する上で、モラルであったりある種のルール、規律って一定大事だと思うんですけど、箕輪さんをコントロールする上で気をつけた方がいいこととか、こう大切みたいなところってご自身であったりするんですか？取り扱いの説明書とか。信用してもらったらいいです。信用してもらったら僕の中ではちょっとやってるんで大丈夫です。ああ、箕輪さんなりのそのラインがあるっていう、ね。あります。本当に大丈夫かな？わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあ学生時代頑張ったことを教えてもらってもいいですか？学生時代も忘れましたけど、学生時代は大学とかは全く何も頑張ってないです、正直。本当に毎日お酒飲んでるか、まあ、たまにフットサルやって、で旅行いっぱい行って旅とか、まあ、インプットはいっぱいしたと思うんですけど、なんか努力はしてないです。じゃあ小中高とかはどうですか？頑張ったこととか。まあ受験勉強ぐらいしか頑張ってないです。あとまあ部活、もうそれも本当に全国行ったとかって人を比べたら全然努力してないですね。でもインプットはしてたと思うし、やっぱ大学も小中高も頑張ってないがゆえに、頑張るってその受験だろうが部活だろうが一個の決まった物差しで努力することじゃないですか、でもある種頑張んなかったんで、そこまで、だから自分なりに世の中を見るっていう、そのただただ人間ぶら下げて諸突猛進頑張るっていう力もあると思うんだけど、そもそもこの人参欲しくねえよとかって思う、なんかそういう視点は学生年齢の時に磨かれたのは、今そのヒット作るとかに生かされてる気がします。じゃあそこのなんか見極める力が醸成されていた期間、そもそも目標設定が違くねみたいな。ありがとうございます。箕輪さんは周りの人からどんな人ってよく言われますか？また周りの人からこう思われてるけど実は自分こうなんだよ。なるほどね。まあ、よくあるのはめちゃくちゃ破天荒、まあ、パブリックイメージはそう、いや怖い偉そう、本当はめちゃめちゃ優しい。でもそれは確かにある。あるよね、はい。まあでもそのパブリックイメージの雑さと、雑な部分もあるんだけど、死ぬほど繊細に人の気持ち考えたり、人の行動とか言動を見たりしてる部分はあるかも。著者の人とかが稲田君と仕事したいとかってなるのは、そこがなんかある種みんなに業務的にやるのよ。締め切りいつまでくださいみたいな、なんかね、ベクトルがこうなる。そうですね。でも俺はこうなる。いや締め切りちょっと突破しましょうみたいな、それはあくまでそういう寄り添うっていうか、そういう気持ちでやってるからかな。
身近な人から見た箕輪さんと、うん、実は身近な人でも知らない自分ってこういう人みたいな、もっとその差がある、はい、本当に身近な人は知ってるかもしれないけど、はい、意外と慎重派っていうか安定志向、その例えば自分の会社の残高気にしたり、うん、資金繰り気にしたり、本だったら毎日売上帳を見るし、うん、なんかそういう細かい数字とか細かいことはずっと見てみて、なんかガーンやってドーンやってみたいな感じではない、死ぬほど数字見てる。それは意外ですね。別に隠してるわけじゃないけどね、わざわざ言うことでもないし、うん、ありがとうございます。じゃあ箕輪さんがこれまでの人生の中で最も成功に対して渇望した90日間はいつですか？何その質問。自分が知ってるのはやっぱニューズフィクスとオリエンタ社で立ち上げて月1サブスクで配ろうってなった時の最初かな、90日か、3ヶ月とか、まあ最初の方、うん、ヒットが出ないと全ての企画、多くの人が動いてるのに、どんなビジネスモデルがすごくてもコンテンツが弱かったらどうにもなんないっていう、でしかもそれコンテンツってさ、そのルールとかマネジメントでどうにもなんなくて、俺のある種才能とか発想にかかってるっていう部分があって、ヒット出さないとどうしようもないっていう、でヒットなんて出るか出ないか分かんないね、YouTube もそうだけど、はい、そこの時は本当にプレッシャーってことじゃないけど、ワクワク感とプレッシャーがいい感じに悩まずになってた90年間かな、うん、確かに。そこをどう乗り越えましたか？自分が一番面白いと信じてた、面白いと信じて、それに見合う努力というか、まあ、究極自分が本当に面白いと思うものを作って売れなかったら、時代と俺が合ってないから、そんな恥ずかしいことじゃないなとは思って、やりきったっていうところで、自分が面白いと思うことをやって当たるか当たんないかの、あとは世間の評価だから、そこをまっすぐにやろうっていうか、やりきるだけだなっていう感じ。じゃあ箕輪さんが一緒に働きたい人はどんな人ですか？一緒に働きたい人は、やっぱ自責思考。前田裕二が最近インタビューで言ってたけど、その同じ船に乗るじゃないですか。はい、自分の船だってみんな思ってる人だよね。それが誰かが漕いでくれる船だとか、誰かのせいで進まない船だとか、思ってるんじゃなくて、全員が自分の船だって思ってる。それがどんな役割でも、ちっちゃいバイトでも、でそういう人と、やっぱ船だって言うと死ぬほど楽しいから、みんなが自分なりのちっちゃい役割でも自分が変えてやろうって思ってるっていうのは、やっぱ楽しいよね、やってて。ちなみにその自分の船だと思わせるために箕輪さんが意識していることとかありますか？まあ、だから立場によるけど、自分がほんとちっちゃいプレイヤーだったら自分がただ思えばいいだけだけど、マネジメント側に行くと本当に単純にやっぱ役割を褒めてあげる、一個一個褒めてあげて、それがどう役立ってるかっていうのを言語化してあげるっていうのはめっちゃ大事な気がする、ね、要はそれが結果にどう結びついてるのかって、企業家スピリッツあるやつは勝手に自分で考えるんだけど、多くの人は目の前の仕事をちゃんとやろうってなっちゃって、どんどんそのこの船がどこに向かっていくかとか関係なくなっちゃうのよ。でもやっぱ絶えずその目線を、これがあることによってこうなってんだよって、まあ絶えずじゃない、ポイントポイントで言ってあげるってこと、その1個の会計処理だろうが何だろうが、これがあるからこうなってんだよって言ってあげるってことは大事なのかなと思う。ビジョンと道筋を、そう、全てのそのちっちゃいこともここにたどり着くために必要だったんだよっていうのをね、定期的に言うとあんまできないけどね、してるってところが大事だなとは思う。自分がね、若手の時はそう言われると嬉しかったし、はい、具体的にどういったところでご活躍されるのか、どういったことをやっていきたいか、主演ダイアリー、この YouTube チャンネル、具体的な話でいいの？はい、はい、やっぱ俺って何かを伸ばすかあんま向いてないんだよね。だからやっぱ俺をリーダーとしたサブチャンネルなりなんなりを作ってもらう。もちろん調和はするし、相乗効果がある設計に最初するけど、俺をリーダーとして俺の人脈なり俺の感性なりで一個勝手にしてくださいと。もう別に予算もつけなくていい、そのマネタイズも自分でやるから、一個自由な場所さえ与えてもらったら、モチベーションさえ湧けばめちゃめちゃ結果出すと思う。そのコンセプトも考える、それこそ今の多分時代に合ったこととか、それこそメルカリ山田さんとかさ、出てくるかわかんないけど、あえてそういう人たち集めて箕輪っぽくないものを作るかもしれないし、それはその時の発想次第なんだけど、自分なりの旬ダイアリー的なものと世の中的なクロスするとこで、で俺のリソースを使って
ってこそできるものをなんか一個見つけて、でそれとんでもなく結果残すんじゃない。ありがとうございますまあでも16は絶対やんないけど皆川さんのモチベーションの源泉もしくは原動力ってどこにありますか。新しいこと、大きいこと、面白いことだね。この3つ。その3つが揃えば一番いいし、まあ2個とかでもいいんだけど、新しいか大きいか面白いか。それができる場所だったら、で、自分一人でできないけど、旬なやりだったら、もっと新しい、もっと大きい、もっと面白いことができるなら、もうぶっちゃけ金とか元気なくやるし、うん、そんだけかな。じゃあ、うちには合いますね。合いますね。合わねえだろ、別に。合うの？はい。そう。今ちっちゃくなんない、むしろニッチだからこそできるインパクトみたいな、まあね、わかる。就活っていう場所でね、はい、どんなインパクトを残すかみたいなのあるよね、はい、うん、あと結局若い世代がそれはめちゃめちゃある。意欲が高くなって志が高くなればなるほどやっぱ日本が良くなると思ってて、いやそこは強いよ、しゅんくんの。ありがとうございます面接は以上になります、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。最後に合否の方を、はい、発表させていただければなと思います、はい、ちょっと考えてもいいですか OK です。いいっす。ちゃんとしてよ。いやいや決めました、はい、じゃあ皆川さんの合否を発表させていただきます、はい、せーの。だけだよ。何なんだよ。なんでだよ。大変申し訳ございませんが、はい、いやすいません、いやこちらこそ貴重な時間いただいてなんかお互いのために幸せになれないんじゃないかなっていうふうに思いまして、うん、あそうだね、そりゃそうかもしれない、はい、自走しつつもこう細かくコミュニケーションを取り合っていくっていうことが大事な時に、うん、箕輪さんが例えば朝会7時に来られないとか絶対無理なんか箕輪時計嫌いですもんいや、その7時とか頭おかしいってなんかそういったところでコミュニケーションの層が生まれてきてしまう。そうだね、組織が壊れるよね。はい、不安があったのと、うん、なんか今の関わり方でもすごくありがたい。いや、そうだって言ってんじゃんいきなり面接されたんだ見てるんですけども、あの今回お見送りさせていただいた理由としましては、はい、あのすごくあの実力もあって志もある方だとは思ったんですけども、はい、かつ進む方向性も大きく見たら似てると思って、うん、はいはいはい、まあ、メディアっていうコンテンツ作りっていうところも似てるとは思ったんですが、箕輪さんはやっぱ少年の心を持ってるとは思うんですが、うん、大人の色みたいなところが若干入ることによって、うん、我々の中であの大切にしたいものと若干そんなに最初から分かってたのあるのかなっていうのを今今回の最終面接を聞いて思ったっていうことで、ただあの個人として箕輪さんの力とであったりとか志は素晴らしいなってありがたいね。これを誰にしてこれからも頑張っていただけたらなと思います。はい、頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございました。え、これ他にやってる？これはタバトさんでやりました。タバトさん受かったの？タバトさん受かったね。なんだよ就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。